皆さんこんにちは、アナです。今日は私の最近のお気に入りの製品を紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、それではまずはじめはこちら、ビオレのおうちでエステのマッサージ洗顔ジェルなめらかになります。これはね、あの緑のとあとピンクのと2種類あるんですけども、 SNS 上で緑の方がすごく人気で、そのなんかお肌の黒ずみが取れるっていうので人気で、あの結構話題になっていたので探してみました。でうちの近くのドラッグストア2店ぐらいこれ売り切れてて、で探してやっと手に入ったものです。で私はこれは半身浴するときに使ってるんですけども、半身浴してこう毛穴が開いたところにこれをこうつけてこうマッサージすると本当に黒ずみが綺麗に取れるんですよ。まだこう 100% 取り切れたってわけじゃないんですけども、1回2回こうだん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 使っていくことによって、肌のねこのお鼻の黒ずみが少なくなるのがすごく実感できていて、あとザラつきとかもなくなってきて、ほんとつるんとしたお肌に近づいてきています。だって小学校5年生の時からお鼻の黒ずみが病んでて、本当にね何しても取れなかったんですけども、これはびっくりしました。私はお鼻だけにしか使ってないんですけれども、黒ずみとかとここの辺のザラつきとかね、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。お値段も安いですし、あのドラッグストアで購入できるものなので、私みたいに黒ずみで悩んでる方はマストでチェックした方がいいと思います。そして次がこちら、 MAC のスイートヒートというカラーのアイシャドウです。これエクストラディメンショナルで、ツヤがとっても綺麗なんですよね。これはね以前持っていたんですけども、また欲しくなって購入しました。すっごくツヤが綺麗だし、色味もちょうどいいんですよね。私はこれいつもベースカラーとして使ってるんですけども、なんだろう、まぶたにブラシでこう磨くようにつけてあげるとパッと明るさも出ますし、ツヤ感も出るので、なんだろうね、なんとも言えない感じの目元になります。今日もね、実際これをベースカラーにして上からちょっとブラウンのやつとか重ねてるんですけれども、ツヤ感が綺麗だし、比較的どんなアイシャドウにも合うので、なんかこう例えばマットなアイシャドウを使いたいんだけど、もうちょっとなんか欲しいなって時は下にこれ仕込ませてあげてから上にマットを重ねるとフラットになりがちなマットもちょっと立体的に見えたりするので、ほんといろんな使い方があるアイシャドウです。ぜひぜひこちらも皆さんチェックしてみてください。そして次がファンデーション、こちらです。ディオールの、ディオールスキンフォーエバーというファンデーションです。こちらは私のインスタグラムだったり購入品の動画だったり、ファンデーションとスタジオのおすすめの組み合わせの動画だったり、あとこれの単体のレビューの動画も出してるので、ご存知の方も多いと思います。結構今まで話題になって知ってはいたんですけども、なかなかこう手を出せずにいたファンデーションで、でもこう表参道のディオールの BA の方に勧められて購入したらすっごくハマりました。ツヤ肌が好きな私でもツヤ仕上がりのファンデーションじゃないのにハマるファンデーションなので、相当いいってことをこう思っていただければいいと思うんですけども、まず何といっても持ちがいいし、本当に仕上がりが綺麗、スキンのな本当しっかりと作り込んだような肌になるのがもう大前提で大好きです。まあ持ちがいいのが一番ですよね。冬にお化粧直しとしてあんましたくなくて、夏もしたくないんですけども、冬だからこそしたくないじゃないですか。そんなに湿気があるわけでもないので、でも本当これをつけてるとお化粧なしゼロのことが多いので、とってもとっても助かってます。詳しいレビューを見たい方は下の概要欄かどっかにこうこちらのレビュー動画を貼っとくので、ぜひぜひご覧になってみてください。ベースメイクつながりでいくと、こちら NARS のライフトリフレクティングセッティングパウダーのルースタイプのパウダーです。これは NARS の購入品の動画でも紹介したと思いますが、今までプレストタイプを使ってたんですけども、ルースタイプにしてみました。とってもいい。これももう本当に今までやっぱり私お鼻だけはどうしてもテカっていて、どんなに崩れにくいファンデーションを使っても部分用の下地して崩れにくいファンデーションしてとかベーキングしてとかでもやっぱりテカリとか崩れとかって気になってたんですけど、これしてからどんなファンデーションでもどんなベースメイクの時でも崩れがあんまり気にならないんですよ。まあ、テカリはするんですけど、ティッシュで抑えればいい程度のテカリで、すっごいなと思いました。特にディオールとの、さっき紹介したね、ディオールのファンデーションとの組み合わせは、ほぼほぼ無敵。相当こう暑くない限り、冬はもう、ストレスフリーで過ごすことができるので、たまらないです。で、触った感じもすっ
ごいサラサラしてるんですよ。気持ちいいんですよ。なんか赤ちゃんのお尻みたいな感じのサラサラさがあって、これはねもう手放せない。ブレストタイプも好きですが、持ちという面では私はこっちのルースタイプの方がいいかなと思いました。そして次はリップクリームなんですけども、友達からバリでいただいたお土産のこのココアのリップバームがすごい私好きなんです。チョコの香りがしてね、そうココアの香りで保湿力もすごいあるんですけども、重たくないし、なんか上からこうマットのリップ重ねた時も、まあ、ちょっとツヤっぽくはなるんですけど、リップクリームなので縦じわが気にならないし、なんといってもね、もう香りがいいから大好きなんです。私なかなかリップクリーム塗るのめんどくさくて好きじゃないんですけども、これは香りがいいんで、なんかこう塗りたくなっちゃう。テレビ見ながらずっと気づいたら塗ってるとかっていうのもあるぐらい好きなリップバームで、なんか日本とかで買えればいいなと思うんですけど、すごい気になってる、気になってるって聞いてるリップバームなので、バリとか行く機会ある方はぜひチェックしてみてください。そして最後は珍しくファッションアイテムです。じゃ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 ーん、こちら伊達メガネなんです。私視力が悪いので、あのコンタクトしてからこれをつけるので、これ自体には度がないんですけど、そうとってもハマっているの。なんだろうね、今はねちょっと髪の毛は明るくしてしまって、多分動画だとわからないと思うんですけど、だいぶ明るいんです。しかもハイライトガンガンなんで、結構外に出ると金髪で、あまりこれで外すのは似合わないんですけど、髪が暗かった時、ちょっと赤っぽい黒にしていた時はよくこれをつけてました。なんか私結構オールブラックでカッチリとしたファッションすることが多いので、なんかこう外したいなっていう時に使っていた、これだ、だてメガネです。これは母からもらったのかな、確か誕生日かクリスマスなんかもらったんですけども、メガネ屋さんで買ってもらったやつなので、つけ心地もとってもいいですし、全然痛くならないの、ここら辺がし、なんかレンズの大きさとかフレームのカラーも私好みな感じで、なんか自分の顔にすごい合ってるなと思っていて、これをずっと愛用しています。あのインスタでも何回かこれをかけてる写真をアップしたりとか、インスタライブもね結構これかけてること多いんですけども、それぐらい気に入ってる伊達メガネです。以上がここ最近の私の気に入ってるアイテムになります。皆様の参考になれば嬉しいです。それではまた次回の更新で会いましょう。バイバーイ。